聞けるか聞こえないんだけど、もう一回。聞けた？あ、聞こえた聞こえた。はい。聞きました？聞こえる。ついたよ。あー、おめでとう。みんなお父さんも元気？元気だよ。お父さんね。うん。でバッチリ映ってるよ。何バッチリ映ってる？今日でバッチリ映ってるよ。うん、何？そう、応援ありがとう。うん？何？お父さんに変わるから。はい。もしもし。もしもし。お父さん。ちょっと聞こえにくいんだけど。はい。あ、みんなお父さんの声待ってます。はい、聞こえます。はい。はい。ごめんなさい、ちょっとね、混線しちゃってるので、電波もう一回確認してもらっていいですか？もしもし。エベレストの山頂に着きました。もしもし、お父さん、ちょっと聞き取りにくいです。もしもし。多分電波が。もしもし。着きましたということ。着きましたということ。着きましたということ。分かったんだけど。もしもし。もしもし。ちょっと一回もう一回かかってくると思います。すみません。元気そうだったけどコメントが取れない。これは違います、すみません。またかかってくるかな。なんか、ユータから入ってる？あ、ダイヤル中って来たやつ。あ、ダイヤル中？さっきのやつなんで。あ、そうか。もしもし？あ、ごめんごめん、ちょっとね、うん、あのアンテナの角度悪くて切れちゃったんだけれども、はい。本当みんなも、はい。みんな支えてくれてありがとう。あ、ありがとう。はい。あの、ゴータの到着の時間、正確な時間教えてください。9時ちょうどです。9時ちょうど。成功の時計で9時ちょうどです。あ、成功の時計で9時ちょうどですね。わかりました。ネパール時間9時ちょうどの到着ということで、はい、あの、お父さんのコメントがみんな欲しいので、もう一回お父さんトライしてもらえるかな。はっきりと声が聞こえたいんだけど。もしもし。もしもし。はい。あ、お父さん、あの、皆さんここでお父さんの、あの、山頂のコメントをお願いしたいんですが、どうですか、気持ちは。もう世界最高の気持ち。まさか80歳で、自分の山頂とは、本当に人生。最近お嬢さんは出て、最近疲れましたけどね、それ以上ない。まあでも、20でも、まだまだ、そんな。体は、あの、どうですか？大丈夫？疲れてませんか？これ以上ないっていうぐらい疲れてる。
これ以上ないというぐらい疲れてます。でもまあ本当におめでとうございます。みんなここでたくさんの方が集まってもらってます。はい、ちょっとお母さんがいるから変わるね。どうもご苦労様でした。なるたけ早く降りてきた方がいいと思います。美濃さんのところのお嬢さんが今ここに来ておりますので、直接電話できないから。ごめん、ね、美濃さんのお嬢さんじゃなくて、美濃さんの番組でお父さんのことずっと やっていただいた高畑さんが来てるんで、ちょっと高畑さんがお父さんに話を変わります。すみません、美濃さんと電話でする約束をしたので、今日高畑さんに。すみません、どうぞ。三浦さん、高畑です。おめでとうございます。もう本当にずっとずっと、ありがとうございました。美濃さんにもくれぐれもよろしくお願いします。はい、もちろんです。居心地はいかがですか？もう世界最高でまで、生まれ屋の景色。今の三浦さんにしか伝えられないことがあると思うので、ぜひ全国の皆様にメッセージをいただけますか？そうね、本当にね、応援ありがとうございました。頑張って頑張って頑張って、そうそうと今の徹底にたどり着きました。皆さんに本当にありがとうございます。おめでとうございます。はい、そういう感じで、寒い寒くない、大丈夫？大丈夫大丈夫。風は強くないですか？吹いてません？何？風は強くない？いや、風もほとんどで、今はマイナス15度。マイナス15度、はい、うん。あ、本当にでもおめでとうございました。はい。で、早く元気で降りてきて日本で待っていますが、ゴンにもう一度代わってもらっていいですか？はい。かいちゃん、せっかくだからゴンに。はい、もしもし。あ、かえちゃんと代わるね。はい。ゴータさん、お疲れ様。お疲れ。ねえ。ついにやったね。今どんな景色が見える？世界中の景色が見れる。よかったよかった。みんなね、ユーゴもめぐみももうね、うん、水上かっていうね、スマラヤのジャイアンツが見える、うん、歩いてきた道も、うん、遠くの道も、うん、すごいところまで見えるよ。よかったよかったね。もうね、これからはね、ぜひゆっくり帰ってきたら日本で逗子でみんなで楽しく過ごしましょう。おお、こっから逗子も見えるよ。よかった。じゃあサーフィンしてる人も見えるね、そしたらね。手振っといて。はい、手振っとく。ゴン、本当にね、よろしくお願いします。これから降りることが一番大切なので、ベースキャンプに無事にお父さん連れて帰ってきてね。了解です。安全第一でおります。はい、そしたら、はい、これからバナー撮影の後ニューストリームもチャレンジしてみたいんだけれども、はい、ダメだったらごめんね。大丈夫、それはもう C4 サウスコールについてからで大丈夫だから、うん、はい、はい、了解です。ともかく天気が崩れないうちにまずサウスコールに降りてください。了解。はい。じゃあ、うん、撮影してから降ります。はい。じゃあ、ありがとう。ありがとう、本当に。はい。ご苦労様。どうもありがとうございました。すいません、すごく聞きにくかったと思うので、